こんにちは、アクセルですのコーナーです。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。まだまだ体力には自信のある私アクセルが体を張って取材をし、石川の身近な情報をお伝えしていきます。こちらのコーナーです。さあ、今回のテーマいきましょう。こちらです。絶景を望む能登のコーヒーショップです。輪島市にある千枚田、そのすぐそばにできたコーヒーショップに行ってきました。店主自慢のメニューや、どうしてここでやろうと思ったのか、その思いにも迫ってきました。では行きましょう、能登のコーヒーショップに。こんにちは。やってきたのは輪島市白米町。日本で初めて世界農業遺産に認定された白米千枚田です。千枚田にやってきました。この日本海を望む絶景、美しいですけれども、この辺りにお店ができたということで、探してる。 ありました。千枚田コーヒーと書いてあります。あそこですね。なんとか見つかりました。まさに千枚田から目と腹の先、こちらのお店に行ってみます。こちらがお店ですね。あの古民家のようで、とっても素敵、おしゃれですね。こちらに千枚田コーヒーと書いてあります。あら、なんだか一般的な民家のような扉ですけれども、こんにちは。ベル鳴らしましょう。こんにちは。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。お店のご主人の方ですか。はい、そうです。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。出迎えてくれたのは店主の牧田さん。早速2階の席へ案内してもらいました。はい、こちらですね。うわ、すごい。これは美しいですよ。素晴らしい景色。こんな席があるんだ。千枚田、そして日本海一望です。ね、最果てよ、最果て。いや、牧田さん、これ本当に素晴らしい景色ですね。いや、いいんですよ。晴れた日とかすごく綺麗に見えますね。ですね、はい、いや。今年の7月にオープンした千枚田コーヒー。一般の民家を改装してできた店舗で、それ以前は普通に地元の方が住んでいたそうなんです。とんでもないところに家ってあるんですね。うわー、綺麗で、こんな特等席で美味しいコーヒーがいただけると。はい、そういうことです。ということで、自慢のコーヒーをいただきます。はい、すみません、お待たせしました。アイスコーヒーです。ありがとうございます。おー、美味しそう。ではいただきます。うん、あ、美味しいですね、うん、苦味もしっかりあって、うん、コーヒーのコクも感じられながら、苦味と酸味のバランスも良くて、後味はとてもすっきりしてますね。はい、そうですね、うん、はい。これどんな豆使ってるんですか。はい、豆もこだわってまして、津幡町にありますモカスタンドさんというところで自家焙煎のコーヒー豆を使用しております。そうなんですね、はい。これ豆としてはどうなんでしょう。結構しっかりめの味もありましたけれども。そうですね、あの中袋入りの豆ですね、はい。コクもあってすっきりもしていて、あの食べ物にもとても合いそうだなと思いますね。はい、うちはあのスイーツもあの提供してますので、はい、そういうのにも合わせてあの選んだブレンドになっております。コーヒーといえばスイーツ。お店自家製のシュークリームも出してもらいました。こちらはどんなシュークリームですか。はい、こちらはですね、あの輪島産の塩をあのシュークリームの皮の方に練り込んだあの特製のシュークリームになっております。塩が練り込まれてるんですか。そうですね、ちょっと通常 あのレシピよりもしっかりと塩が入ってますので、あの甘みとのコントラストが出てると思います。はい、わかりました。ではいただきます。これ美味しいでしょう。すごいボリュームですけれども、これどうやって食べればいいですか。はい、あの上の皮をですね、最初クリームにつけていただいて、はい、食べていただくとこぼれませんね、はい、はい。結構しっかりめにつきました。いただきます。いいな。うん、あ、おいしい。うん、あ、確かに塩の感じがあって、すごくさっぱりあっさりしてますね。はい。あとはこの皮に
これはアーモンドですか？そうですね、アーモンドもつけて香ばしさもプラスしてます。うん、食感と香ばしさが合わさってとっても美味しいですよ。あ、美味しい。うん、うん、そしてコーヒーですね。あ、いいコンビですね。合うと思います。そしてそう、ね、この美しい景色見ながらですよ、美味しいコーヒーに美味しいスイーツにこの景色、もう本当にこれ以上の贅沢はないんじゃないかと。そうですね、いいと思います。このシュークリームはお店の手作りなんですか？そうです、手作りのシュークリームです。牧田さんはもともと何かされてたんですか？はい、もともとパティシエの仕事をずっとしてましたので。本格的。東京で数年間パティシエの修行をしていた牧田さん、そこからは地元福井でカフェの仕事をしていました。これまたどうしてこの千枚田に？はい、ちょっといろいろお店を出そうと思っていろいろ物件探してたところで、ちょっといいご縁いただきまして、石川のこの千枚田紹介していただきまして、こちらでやろうと思いました。そうなんですね、はい、実際にいかがですか場島？いいですね、いいところですね。この景色も素晴らしいですし、皆さん温かい人たちばっかりで。お店はオープンが7月？そうですね、7月の末にオープンしたところです。そこからどうですか？そうですね、なかなかちょっとコロナとかもあって大変な状況もあって、まあ、一時期ちょっとお店クローズしてた時期もあるんですけど、10月の頭からちょっと再開っていう形にしてます。今はコロナ禍で、まあ、なかなか思う通りにはいかない部分も多いと思いますけれども。そうですね、なかなか営業的にはちょっと厳しい部分もあったんですけども。苦労するところってどんなところですか？そうですね、まあ、一番苦労してるのはちょっと自分のことなんですけども、はい、福井出身なんで福井から通ってるんですけども、うん、輪島までですか？そうです、輪島まで週末めがけて通ってるんですけど。福井からですか？福井からです。何時間かかるんですか？いや、片道4時間近くかかるんで、なかなかドライブ大変なんです。片道4時間？4時間です。ちょっと通勤で僕聞いたことないですね。もう、そうですよね、通勤手当が欲しいところですよね。そうですよね、はい。もともとどうなんですか、この能登輪島は、はい、結構来たこととかは？いや、輪島はちょっとこういうのもなんですけど全く来たことなくて、はい、千枚田も正直一度もなかったです。はい、そんな中で、はい、お店輪島でってなった時、ね、最初はどうだったんですか？そうですね、もうこのちょうど千枚田のこのとこを紹介していただきまして、素晴らしい景観だっていうことで一目惚れしまして、はい、ぜひこちらでと思いました。能登の景色や風土に惚れ込んだ牧田さんは極力地元の食材を使ったメニュー作りに取り組んでいるそうです。で、実際にお店出されてみて、もちろん能登の方、輪島の方とも交流する機会とかもあると思いますけれども、はい、どうですか？そうですね、実際来てすぐなんですけども、もうすでに地元産のフルーツを農家さんを紹介していただく方とかもいらっしゃって、はい、すごく地元産の素材とかをこれから使っていこうっていうふうになってます。すごいありがたいなと思ってます。能登の人はどうですか？いや、いいですね、いい意味で田舎の人たちって感じで、すごく親身になって相談乗ってくれてます。温かいですよね。はい、そうです。まあ、意外なところだった、でもそれが心動かされて。そうですね、運命的な出会いですね。はい、そうですね、本当いいご縁があってここ紹介していただいたんで良かったなと思ってます。いや、もうこの景色見たら本当に誰もがうなずくだろうなと思います。コマーシャルの後は千枚田コーヒーの新しい取り組みをご紹介。今回の秋セールスは白米千枚田前にオープンしたコーヒーショップにこんにちは。福井出身のパティシエ牧田さんにお話を伺っていると、時刻は夕暮れ時、夕焼けに染まる千枚田も絶景です。一日中ここで過ごすと幸せだね。そうなんです。いいな。そしてこれからの時期、千枚田では日が沈んでから楽しめるイベントが。
来週土曜日から開催の汗のきらめきでは、およそ2万5000個の LED が輝く幻想的な風景を楽しめます。そんな汗のきらめきに合わせて、千枚田コーヒーでも新しい試みが。紹介してくれるのは榊原さんです。榊原さんはどういった方なんでしょうか。僕は23日からちょっとバーの方を担当させていただくことになりました。ここでバーもやるんですか。そうなんですよ。この千枚田、そして日本海見ながらですか。はい。これどういった思いで。まあそうですね、汗のきらめき、まあそのイベントがあるっていう話を聞いたんで、ああちょっとせっかく千枚田コーヒーが日中やってるんで、夜もやったらどうかなと思って、ちょっと話してみたらいいんじゃないかっていう話になりまして。なるほど、はい、汗のきらめきに合わせてですか。そうです。じゃあもうライトアップされた棚田を見ながらお酒を飲める。そうですね、うん、どんなお酒提供される予定ですか。そうです、ビールをちょっと考えてるんですけど、やっぱり地元のビール使いたいなと思いまして、日本海クラブさん、まあ、ここでしか飲めないビールを提供できたらいいなと思ってます、わあ、地元のビールで。そうですね、能登町にある日本海クラブは能登の美味しい地ビールを作る酒蔵。千枚田コーヒーでは来週土曜日から地ビールを提供する夜の営業を開始する予定だそうです。どんな思い、どんな方に飲んでもらいたいですか。まあ、やっぱりせっかくこの輪島って結構距離もなかなか、まあ、地元の方は近いかもしれませんけど、距離もあるんですけど、せっかく来たからっていうことで楽しんでもらえたらいいなと思ってますね。ビールの他にも能登のものにこだわった商品を試作中とのこと。こちらは能登の塩を使ったソルティードッグ、柔らかい塩がお酒にマッチするそうです。今後は地元産のものを使ってスイーツっていうことも考えられてるんですよね。そうですね、地元産の食材を積極的に取り入れて、スイーツ作りしたいと思っております。じゃあまたさらに地元食も強まっていくと。そうですね、これからどんどんそうなっていくはずです。じゃあこの最高のロケーションで、そして地元のものも味わえる、もうこれからもっともっとこう世の中活気づいてきて、旅行も気軽にできるような世の中になってくると本当に楽しみですね。そうですね、はい、いやいや、ですから本当に多くの人に楽しんでほしいなと思いました。いや、今日は本当にいろんなお話聞かせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやいや、いかがでしたか、ゆうちゃん、どうですか。なんか絶景を見ながらいただく、うん、まあ、コーヒーとかスイーツ、なんかさらに美味しさがアップしそうですよね。そうですよ、うん、もうこれ以上の贅沢は本当にないと思いますよ、あんないいところにね。ゆうさん、どうですか。今回のロケって結構長く撮って撮影してるから多分休憩時間もあったと思うんですけど、どうでした、あの辺の空気感っていうか。寝そうでした。もう幸せでしょうね。もうやっぱりね、古民家っていうか、もともと一般の民家だったので、やっぱりね、圧倒的にリラックスできる空間なんですよね、2階っていうのは。だアットホームな空間であって、そしてでも窓の外には非日常、美味しいスイーツ、美味しいコーヒー。なんか白米千枚田行ったら、わーって景色見て、わーってあそこのお土産屋さん見て、次のとこ行かないとみたいな動きなんですよ、うん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 、こんなにゆっくりと過ごせる場所ないなと思ってね。そうなんですよ、もうこれから確実に、一つ新しい名所となると確信しました、ね、で行ってみるとですね、こんなに目の前にこんなにいいところがあるんだと、本当に目の前にあります、うん、で夜はですね、街灯ももう全くないんですよ、なので車が通るとそのヘッドライトで道が分かるぐらい、面白い、はい、で汗のきらめき始まったら、これまた素晴らしい景色、そこで、バーの営業も始まるということで、美味しい地ビールとともに楽しんでいただけます。楽しそうだね、うん、ゆうちゃん酔うと声大きくなるから、白米千枚田に響き渡りそうですよね。思い切り笑います。さあ、それでは最後に改めてお店のご紹介です。場所は白米千枚田のすぐ目の前、カフェの定休日は水曜日と木曜日です。バーの営業は23日からの予定で不定休となるそうです。詳しくはお店のインスタグラムチェックしてみてください。はい、気になった方ぜひ訪れてみてください。以上、こんにちは、アキセイレスのコーナーでした。